77回目の原爆の日は、広島市がロシアとベラルーシの招待を見送るなど、ウクライナ情勢が影を落とす一日となりました。広島で暮らすウクライナの人々は、今年の8月6日をどのように迎えたのか取材しました。黙祷。午前8時15分、平和公園で祈りを捧げる家族。ウクライナ出身の平石エレナさん一家です。22年前に来日し、日本人の夫と結婚しました。3人の息子は被爆3世です。もちろんウクライナもそうだけど、できるだけ世界中戦争とか原子爆弾とかも二度と、ね、ないように祈りました。おじいちゃんが核爆弾、体験したので、だからもうそれで広島と長崎でもう終わってほしいですね。ロシアによる大義なき軍事侵攻、親戚や友人から変わり果てた母国の姿が次々と送られてきました。サイレントになったらいけない、黙って見るものではないじゃないかと思います。エレナさんは被爆地広島から抗議の声を上げました。そしてバイオリンを専攻する三男英信さんのチャリティーコンサートを開催。3月からの2ヶ月間で11回を数え、集まった募金で母国を支援しています。ロシアの侵攻から1ヶ月、2人はある一つのバイオリンに出会いました。それは77年前に広島で被爆していました。劣等層が結構深くて、結構音が綺麗ですね。広島女学院で音楽を教えていたロシア人のパルチコフさんの遺品です。彼も被爆者です。ユリ、わかるでしょ、ロシアのあれいいじゃないでしょ、あれウクライナのいいでね。内側にはウクライナ語の文字、母国で作られた可能性があります。そして原爆の日に英信さんがこのバイオリンを演奏する計画が持ち上がります。ロシアとウクライナの歴史もすごくこう深いつながりがあるから、多くの人に平和のメッセージも送れるし、すごくこう、特別だとメッセージになるんじゃないかと思います。一家にとって8月6日は特別な日です。エレナさんの夫の父、平石信夫さんは17歳で被爆、英信さんが生まれる2年前に亡くなりました。英信君は本当におじいちゃんに会いたかったよ。その信夫さんがすごい音楽好きでギターやってたしね、ウクレレやったって、だからもしかしたら音楽好きなのはこのせいかもしれないってね。その後、英信さんの留学に伴い、エレナさんは2ヶ月余りドイツに滞在。原爆の日を広島で過ごすため2人は帰国しました。気がかりは母国ウクライナのことです。まだわからない状態ままでしょ、できるだけ早く本当に終わってほしいけど。原爆の日の演奏会は間もなくです。異国で夏を迎える子どもたちもいます。その一人、アナスタシアさんは14歳。今年3月、戦火を逃れて福山市の姉を頼って来日しました。家族はウクライナに残ったままです。迎えた8月6日、アナスタシアさんは平和記念式典をテレビで見守りました。そしておもむろに捧げた黙祷。Я надіюся, вона не кине, не зробить цього, але
страх такий є. 原爆投下時刻の2時間後、地下街で英心さんが演奏に臨んでいました。幼なじみの岡野純大さんのピアノとともに被爆バイオリンで平和の調べを奏でます。広島とウクライナに捧げる5曲、50人を超える人が耳を傾けました。この広島の地であるってことがいい理解ですよね。今日ここで聞けたってことはもう本当忘れられないことになります。平和な願いを込めて弾きました。ウクライナの人たちにも届いたらいいなと思います。平和のメッセージは送ったらもう一日でも早く終わるではないか。ウクライナのためにもう一度コンサートできたらいいなと思う。エレナさんは2人のチャリティーコンサートを来月も計画しています。核兵器による悪夢が21世紀によみがえるかもしれない、そんな不安の中迎えた77回目の原爆の日。遠く離れた異国から祖国の平和を祈る人たちがいます。